今回は超極限北欧ラッシュやっていこうかなと思う。初見だね。で、一番上の壊滅級やっていこうかなと思う。で、壊滅級なんだけど、そんなね、難しいイメージがないんだよね。で、初見ね、これでいこうかな。今、私の中で流行ってる水球人。これでやっていきましょう。根性にもね、対応してるし、マインドはこの、ねね。で、回復。おぉ、何もない。壊滅級ってさ、今一番難易度高いのかな、その、なんとか級においてだと。壊滅級の上ってあるのかな。まあいいや。これで多分普通に倒したでしょ。水もね、2セットあるし。うん、先生にもある程度対応できてるから、普通に濃厚できる気がするな。あ、でもちょっとなんか減りが遅かったね、今。北欧系ってこいつらか。これワンチャン。いや、水2セット幸いあるのか。ここあれなんだよね。確か、ある程度削ると激減みたいのしてきたはずなんだよ。待ちにしたいな。一応、いいね。これで、いや、スクルド使ってもよかったかもしれない。多分倒せないんじゃないかな、これ。いけ。勝て。超勝て。いや、これスクルド使っちゃおうか。ちょっともったいない気もするけど。一応、2ウェイには組めるのか。2ウェイ、盤面的には組めるけど、パズル的に組めるかな。待ってね。こうして、どうすか、悪くないんじゃないかな。いや、違うな、こうか。2ウェイにしたら、これ倒せない気がすんな。さっきも水の2コンボでこれだったもんね。よしよしよし、よかったー。多分今落ち込んなかったら倒してなかったと思う。HP すごいね、このダンジョン。ていうか、最近のさ、難しいとされるダンジョンの敵の HP が本当に高いよね。茨城童子だっけ、あれやばかったね。あいつどれぐらいあるんだろう。未だにどれぐらい HP あるかわかんないんだけど、めちゃめちゃ硬かった。オッケー。多分4、3あれば倒せると思う。スクルドが一番火力出るんだよね。4つゲージじゃない、2円持ってるから。うん。多分これも闘技場の絶メタより全然防御力高いんじゃないかな。闘技場の絶メタが、防御力がね、150万かな。なんだけど、多分1000万ぐらいあるんじゃないかな、今の絶メタ。わかんないんですけど。はいよ。うん。多分これは水1セットしかないけど、相手火だから、いっけ。いいね、いいね。すごい、水運がいいな。よし。で、北欧、エーギルとかそうか。あ、ギャラホもそうなのか。ここもね、もう運がいいね。水が。で、いいね。闇も入ってない。やっべえ、パズルが。まあ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 。まあまあまあっていうか、普通にいいパズル。やべえ、簡単だぞ。普通に簡単だぞ。まあ、ヨルズだっけ、あいつがちょっと強かったけど。6回。ただ、水落ちやすいやつ来てんのは結構でかいな。いや、いけるか。ちょっとね、こいつ、若干硬いイメージあって、スキル使おうかなと思ったんだけど、これで。いけんじゃないかな。どうしよう。どうでしょう。オッケー。いいね。パズルはいい。よし。で、落ち込んで水乗るとなおいい。落ち込んゼロ。いけ。やっべ、やっべ。やべ。あぶねえ。あぶねえ。これさ、右でさ、水と木が落ちやすいってんじゃなくて、ロックで落ちてくるって意味で、別に落ちやすさは変わんないんだよね、きっと。あぶねえ。で、これ多め水。よしよし。で、遅延食らっちゃったから、やっぱ足りなかったね、ちょっとだけ。これワンチャン負けんな。ちょ、待って、負けたくないよ、負けたくない。普通に濃厚したいよ、どうすか？いいんじゃない？ちょっと上繋がってるけど。落ち込ん頼む！一個、いけ！イエスイエスイエス。ただみんな遅延食らっちゃったな。なんだお前は！なんだお前は、お前は絶対北欧ではないでしょ。10倍ただ選択肢としてスキルが全くないんだよ。あ、待って、あー違うか。これフレンドがさんがさ、悪魔キラー3つ持ちで、顔面的にこいつ悪魔かなと思ったけど、ドラゴンか。ドラゴン悪魔っぽかったんだけどな。ただここでも行くしかないもんね、普通に。何もできないもん。落としとかね、決められばいいんだけど、できないですよね。で、一応待ちにはちょっとだけして。はい、どうすか。頼む、水落ち込ん来て。いや、でも落ち込んはいい。
いやなるほどね。これ攻撃来ると思ってたんだけど、3ターン行動か。これ多分一回も耐えられないやつなんじゃないかな。それならもうガンガン攻めに行こう。ボス戦のこと考えないでガンガン攻めに行きます。ガンガン行こうぜにして、やべ、めっちゃ喉乾いた。はい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 、うわ、2ウェイにしたいけど組み方が分かんないな。こうか、いいね。いや違うな、やっぱ繋がってんな。2ウェイにしたかったな。落ち込み頼む。いいいい、いけ。今水の3セットでこれ、いやこれ負けたな。これ銀蝶ね、激減の銀蝶じゃないんだよ。負けたよねこれ。さすがに攻撃10倍耐えられないでしょ。状況確認。あ、これ相手のあれは見えないんだ。まあでもパズルしようか。ワンチャン耐えてくれること信じて。でもこれ変に半、いや逆に変に半分削れば行動変わんじゃない。半分削れば行動変わってなんかしてこい。ふっ、いやだよね。ちょっと待って、もう一回来るわ。もう一回ここ来ます。よし、やっとここまで帰ってきた。で孫権連れてきたんだよね。威嚇効くから、で孫権使って倒すのが一番いいんじゃないかな。うん。あ、でさ、道中さっきさ、絶滅が出たとこあるじゃないですか。あそこね、あれ出たんだよ。ヨッテンシリーズの水のやつ、名前忘れちゃったな。火のやつはね、ヨッテンって覚えてんだけど。なんで、そいつ出たんでね、水の落ちやすいやつもらえたんだよ。なんで、あそこランダムなんだね、多分。もしかしたらね、他もランダム要素あんのかもしれない。ただ、ヨッテン以外の場所、絶滅以外の場所は、さっきやったやつと同じだった。うん、オッケー。で、ここで、孫権使おう。そう、威嚇ね、効くのでかいよね。っていうか、これ逆にさ、威嚇なかったらどうやって倒せばいいんだろう。火力でご利用しか。あ、でもさ、あれだね。筋肉マン？筋肉マンとかめちゃめちゃ倍率出るからさ。そしたら火力でご利用せそうだね。オッケー。これでエンハンス効いてるし、いけるでしょう。75% 経験も終わるもんね。待ってね。ちょ、やばいわ。これやばいやつだな。よいしょ。パズルがひどい迷子になってる。あ、でもいいね。これで多分、1、2、3、4、5、7コンボいけばいけるんじゃないでしょうか。うわ、いいね。あー、水医療であったんだけどな。よし。さあ。次、ボスだね。なんだろう。ん？ヘル。いや、こいつ初登場だな。あー、いいね。これ、水ロックされてんじゃん。あ、すげえ。スクールドシーン溜まってる。そう、今回全然スキル使わなくてこれたんだよ。それなら、この毒邪魔なんで、スクルドからの、あ、いいね、いい。で、シーン使おう。シーン使おう。シーン使って、いや、でも水がいい量であるんで、分割だな、分割。いけるかな？ちょ、待ってね。このロック生かしたいね。ロック生かそう。ロック生かすには、こうして、こうして、やべ、ロックが外れてる。こうか。こうして。いや、めちゃめちゃいいんじゃない？これ、ちょっとキー繋がっちゃったけど、このね、ルーレット本当に苦手なんですよね。うん。どうなったんだろう？エンハンスだったから普通に行けたけど。ただ、今回敵がめちゃめちゃ硬い。最近のさ、ダンジョン本当に硬いよね。うん。なんか、筋肉マンだともっと簡単に勝ってたのかな？特にギミックなくて、ただ敵が硬いだけのイメージがあった。はい、ということで終わります。バイバイ。